ベトナムはサムスンとの協力を通じて半導体産業の発展を目指しています。計画投資副大臣のグエンティ・ビッチボック氏はサムスンベトナムの知事補局長に対し、サムスンが戦略的投資家となりイノベーションの推進を支援することを期待していると述べました。最近の会議でゴック氏はサムスンがベトナムにおいて社会経済発展に大きく貢献していることを評価しました。彼女はさらにベトナムのサプライチェーンへの国内企業の参加能力を高めるためにサムスンが引き続き支援することを提案しました。また国立イノベーションセンターに設立されたトレーニングセンターの実践的かつ効果的な運営についても協力を求めました。計画投資省は関連機関と協力し、国際情勢や規制を考慮しながら新たな政策の構築を急いでいます。その目的は全ての当事者の利益を確保し、外国人投資家にとってより魅力的な投資環境を提供することです。サムスンベトナムの知事補局長は、サムスンがベトナムへの投資を継続的に拡大しており、昨年だけで約12億アメリカドルが追加されたと語りました。サムスンはサポート産業の発展に注力しており、国立イノベーションセンターと協力してイノベーションと情報技術のラボを運営し、技術の才能を育成し新興企業を支援しています。2023年の後半時点でサムスンはベトナムに200億アメリカドル以上を投資しており、サムスンの製品の 50% 以上がベトナムで製造されています。このような背景からベトナムはサムスンとの協力を強化することで半導体産業のさらなる発展を期待しています。